令和に響け演歌第7世代郵政21歳でございます。北海道生まれ。あ、北海道、はい、2014年テレビ出演がきっかけで細川たかしの弟子になる。すごい、細川たかしさんのお弟子さんってことで。そうなんです、ね、どういうきっかけなんですかこれは。小学校6年生11歳の時にとあるテレビ番組に出演させていただいた時に、はい、あのこう細川師匠率いる演歌軍団と我々がいたまだ小学校6年生でしたから、うん、キッズ軍団とこの子供たちと、ね、プロの演歌歌手の皆さんと点数で競うみたいなカラオケの番組に出させていただいた時に、流星君なかなか11歳で拳回るし、まあ、ちょうど声変わりだったんで、まあ、うまく声変わりを乗り越えてきたら一緒に歌手として頑張ろうというふうに声をかけていただいたのがきっかけだったんですよね。すごいですね。